ユル言語ラジオ。本日は前回衝撃の予告がありまして、はい、マジの言語学者がゲストで来てくれるという方ですね。はい。あの前回までは、えっ、ー、と第二言語習得論ですね、うんで。バイリンガルの意識はどう変わるのか、意識はどう変わるのかみたいな話を、うん、えっと僕が あ,のあえて喋らずに終わる <laughs> ちょっと調べられなかったっすって言ってましたね。ということでね、うん、モノ本の、えー、と言語学者の先生をお呼びしましたので、はいはい、あのお話をガンガン聞いていければと思います。はい、ということで来ていただきましょう、えー、中央大学准教授の応用言語学者の福田淳也先生ですすよろしししくおお願願いいまます。 ということで、福田先生に来ていただきました。先生、よろしくお願いします。ますちょっと、じゃ、あ簡単な自己紹介お願いします。あ、はい。ええー、あの中央大学ので働いておりまして、まあ、一応准教授として、あのお仕事させていただいてます。 えっと、まあ、あの、応用言語学っていう、あの、分野。うん、あの、言語学者来たるっき、いきなり応用ってついてて、ちょっと色物かあって申し訳ないですけど <laughs> <laughs> 応用言語学っていう分野をやっていると。あの、まあ、言語学と何かの分野のこう間みたいなのが広く応用言語学って言われるんですけど、その中でも、あの、うんうん、特に言語の習得っていうのを、あの、対象にして、あの、まあ、第二言語の習得ですね。あの、を対象にして研究をしています。第二言語習得論が、はい、 ご専門とご関心があるってことですよね。<laughs> そうです。はい。うん。なんか。 本当の学者が来た感がすごい、すごい来ましたね。なんか、我々のノリとちょっと違いましたね。挨拶のノリも。すみません。お仕事をやらせていただいてますって言ってて、すごいな。すごい、なんかちゃんとしてる方だ。いえいえ、こんなんですよ。前回、あれでしたわ。スピードラーニングはスローラーニングです。また言反省が、反省がめっちゃ出てきました。今、あの、この発言は、先生とは全く関係のない責任が。そうですね。あの、私が個人として責任を負っております。大変申し訳ないで、あの、先生、 との出会いはですね実はあの僕が「象は鼻が長い」の回に誤りが含まれたっていう動画を出した時にその研究者の先生でこう監修というかこう見ていただける方あのいたらご連絡くださいとまあこう藁にもすがる思いで連絡をしたらまさかのもうすぐ福田先生から連絡をいただきましてあれすごかったですよね動画公開1日後ぐらいにはめちゃくちゃ早かったですねもうであのちょっと連絡を取って水道橋で お会いしましまょうと言ってうん、うん、カフェに入って、うん、でご迷惑おかけしましたみたいな話をして、うん、その後盛り上がりすぎてなんと5時間カフェで喋るっていう <laughs> <laughs> 僕ねあんなカフェにいたの人生初めてですや俺も中学の時のガストとかのドリンクバーでハ <laughs> まった以降ですよねうううちなみに僕と先生はその後2回ほど同じカフェで会ってるんですけど毎回4時間構成されて <laughs> すすごいななでそうんよだから本当その先生に来ていただけるっていうのは本当に嬉しいというかもう超光栄ですいや今日はありがとうございます本当に来ていただいてあのあれですよね雑談会を聞いててその前から聞いてたんですけどねこうんか謝罪会見みたいなの始まったなたね胃が痛い時ですかそうなんか真っ青な顔してもしゃべりませんでしたとか言ってやってるんで はどっちかっていうとその応援メッセージを送るような感じですね、最初は。あのはい、いやあの、すごい面白いんで頑張ってくださいねみたいなのを多分ツイッターの DM かなんかでお送りしたのが最初なのかなと思います。そんな出会いですねうん、うん、いや、あれで救われましたからね。僕言い直りましたから。<laughs> <laughs> バファリンみたいな人ですいいキャッチコピーじゃないですか。福田先先生生は私のバファリンご著書が ある、あって、この、はい、えっと、外国語学習に潜む意識と無意識っていう。<laughs> 難しそう <laughs> これね、難しいよ。いや,やっぱり。<laughs> 難しいというかね、私、ね、弁的。おー、なんかそう、えー、私弁的はい。私弁的なんですか、はい、はい、なんかね、こう、言語と認知科学と哲学ミックスして、うん うん、この外国語学習の中の意識と無意識を解き明かしていくっていう <laughs> だって絶対その表紙手に取らないの今夜にあって <laughs> でも開拓,者開拓者選書あるあるなんでこれは<ー>全部この想定ですねこれはそうねアカデミックな明朝体ので,、ね、でもねこの開拓者は結構ねあのライトですねあそその言語学系の本出してる中でこの選書シリーズは結構ライトで何の話してんだ、ね、よ本 <laughs> 聞きたいんで俺 <laughs> ごめんごめん本の話食いついちゃった <laughs> ということで先生はこの辺りのお話からしていただけるっていうふうに前もってなんとなく 伺ってるんですけれども、はい、早速じゃあお願いしてもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、あの意識と無意識とか、あの、まあ、私の専門がそんな感じのことなんですけれども。うんうん、あの意識的に身につけるとか、無意識的に身につけるみたいな話ってよく聞きますよね。はい、はい、はい。まあ、よく、あの、第一言語は無意識的に学んで、第二言語は割と意識的に学んでるみたいなことが。 直感的にもそうかなっていう。まあそう,そうですよね。おぎゃーって生まれても日本語喋れるし、<う>英語喋れるようになろうと思ったら、まあちゃんと勉強するしかないですもんね。日本語文法を習った覚えはないです。そうですよね。そうですね。だかそういうのに対して、まああの確かに第一言語を学ぶときはそんなになんか、うん、おこれは何と呼ぶのかみたいな意識とかはあんまりしないんですけれども、はい、第二言語でも割とおなんか無意識でいろんなことを学んでるとか、そんなことを。 研究したりしてるんです、ね。<ー>そんなことある。ピント来ないけど。ないですね、そうですね。ちょっと、あの例を、あのいろいろ出していこうと思うんですけど。はい、ちょっと前に、あのゆる言語学ラジオのツイッターをフォローしてるんですけど。ありがとうございます。<laughs> <laughs> あの、なんか、まあ、僕は、まあ、ツイッター見てないんですけど、こう見たときに。書かれてたのが、あれですよね。オープン、オープンミヤ、ビューか。はい、オープンミヤビューと、オープンミヤド。はっていうので、はいうん、どっちが、あの。 自然っていう話あれまああの白石先生とかの方に書いてあったそうですねはいそこから拾いました僕はだと思うんですけどあのどっちが正しいんかこれ知ってます正解とかいや全然わかんないですねちょっと問題を向ってオープンオープンミアビールビールですねつまりビールを開けてくれっていう日本語の文とそれからドアを開けてくれっていう文字を英語に直した時に open me a beer と open me the door っていう二文が考えられるとで。どっちか間違ってるんですよ。どっちかは自然な表現だと。でど,っだとでどっちでしょうっていう、<ー>まあ規範的な言い方ではない片方が。

えじゃあ問題は Open me a beer と Open me the door 直感的には Open me the door があってそううん、ね、ドアを開けてくれっていう時に Open me the door は言えると俺にドアを開けてくれって言いそうだなって気しますうんうん、うん、どうですか根本的に間違ってます <laughs> そんなに根本的に間違ってんの <laughs> そ,ん <laughs> そうか途方もなく間違った、ね、途方もなく これなんですけど実はその前の結構前ですけどね「言語学ラジオ」の回でちょっとヒットした回がありましたよねちょっと解説されてるんですよ水野さんが実は。ああえっとちょっと待ってよオープン・ミ・ザ・ドアだから S ・ V ・ O ・ O だから第四文型じゃない 大イ文献の特徴はあ,あったわえっと、なんだっけ大一が、うん、大二を所有するそうです。でしたっけそうです。じゃあもう一回考え直してみてください。ああ完全に間違ってたわ。<laughs> 完全に間違ってるわ。<laughs> はい、そっか。<laughs> オープンミーザドアだと、ドア所有することになっちゃいますね。そうです。そっか。じゃあ正解は、 オープンミアミアビの方が自然ですねなるほどこれなんかはまあちょっと難しいんですけれども例えばさっきみたいにそっか第4文系っていうか、まあ、僕第何文系ってあまりよく分かっていないですけ、ね、ど、はい、<laughs> 目的語2つ続くやつは <laughs> あ所有表してるんだなって知識が出てきて正解されたらそれは意識的に使用してますよねその知識うん、うん。そうですねなんですけどこれあの結構英語得意な方であのまああの 結構あのツイートにも書いてる人いたんですけど、いや、オープンミアビアは言うけど、オープンミザドアとは言わないなとだけ書いてる方とかいて、はいはい、結構直感的にも正解できたりとかするす意識しないで、おかしいな、はい、この文章はって分かるってことですよね。そうなんですよ。うんうん、そういうのがある人は、まあ、無意識的に何らかのこう知識を持ってる。無意識的に使えるような知識を持ってるっていう感じの。 なるほどねこれ不思議ですよねどこでその分水例というかなんとなくで正解できるやつとなんとなくでは正解できないやつの差がどこで生まれたのかめっちゃ不思議ですよねでもゆるゲン語学ラジオあるあるですよねこれはいはいそのこれ無意識に俺判断してたけどなんでそれ分かるんだろうみたいなそう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 面白いですよねそういうのをねいっぱい持ってきてるんですよおみお面白いあの言ってたらね終わんないなと思いながら昨日ワクワクしながら準備してたんだけど例文どれぐらいご用意されたんですか どれぐらいかな何んかすたら。ドキュメントにページまたぎでいっぱいありますね。すごよ。ちょっと、じゃあお二人に考えていただきたいんですけど。クイズが楽しみ。えっとですね、例文が一つ。He is loading hay into the wagon. なら、hey って干し草ですね。干し草をワゴンに。ロード積むと。He is loading hay into the wagon。理解できますね。で the wagon with hay っていう言い方もあるんです。ローディンダワゴン wagon w i t うん a y なんかちょっと変な感じするけどね。そういう言い方もある。はい。まあこれちょっとこういう言いえがあるんですね。結構この星草使った例はこの構文では結構有名な例なんですけど。他にもあの、He sprayed paint on the wall。わかりますかはい。スプレー。 壁にペイントしたってこと塗ったっていう日本語だと塗ったって訳されることが多い例文ですねこれをさっきと同じように変換すると He sprayed the wall with paint Sprayed the wall with paint 同じ構造ですねこれちょっと微妙にニュアンス違うんですよこの二つあの 書き換えてもう全く同じ意味っていうわけじゃなく微妙に違うんですねえっとですねその with を使ってるやつと元の文の意味がそのどちらの例でも違ってくるってことですかそうですね意味ニュアンスが微妙に違うちょっとこれなんか英文めんどくさいんでねテロップで多分テロップで書いていただいてちょっと一時停止とかしていただいてリスナーさんの方にも考えていただきたいんですけどえっと「he's loading hay into the wagon」で「he's loading the wagon with hay」 全く何の知識もないですけどめちゃめちゃ雰囲気で言っていいですかどうぞどうぞ。えっと、He's loading the hay into the wagon の時はなんか1台の他の二台からその二台にボサってなななんんかだろうまとまった量の干し草を置いてる感じな気がしていて He's loading wagon with hay の時はその辺に散らばってる干し草を こう集めてきてうん、うん、もさもさ積んでるのかなってなんか知らんけど思いましたお<ー>どうですかこの謎直感あの正解ではないですけど正解ではない <laughs> 優しい <laughs> 褒めてくれようとしてる心がすごい伝わってきました <laughs> あ、まあ、でもそうそのなんていうかそういうあこれこういうシチュエーションの時に使うなっていう考え方でちょっと微妙に違うんですよどうですかスプレー えな,んてっっなんか僕もでも堀本さん近いもの感じてやっぱりそのペイントもドババシャンみたいなのが、うん、えっとオンザウォールでえっと WithPaint の場合は何かこう何丁寧に描いてるようなイメージが浮かぶウィズだとその少量っぽいですよねかかそう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 っていう気がしたんですけど、はい、量 <お>これは一つ関係しますねへ<ー>おっとでも正解ではあなんだろう言っていいですかでも正直その,あの,あのオンとか使った方がブシャっていうイメージは僕もちょっとあるんですけどここのニュアンスの微妙な違いがそこにあるっていうとちょっと違うんですけどうん目的語をどっちに取ってるかによっが肝ってことですかじゃあそうですね。えー、ちてくださいだから、えー、とスプレイとド,ドウォーの場合は壁が目的語に来てるから なんかこう、壁に、す、かなりの、そのある壁に対して、かなりの影響を。及ぼしてる、つまり、そのすんごいちっちゃいとか、うん、なんか、その壁をぶち壊すみたいなこと。が想像できるみたいなことですか。明示的にいろいろ分析されてる感じです <laughs> <laughs> 確かに、今の全然感じはなかったね。<laughs> めちゃめちゃ理屈で。で目的語だからね、やっぱ、何かしらの影響行使しないと。はは。っていう。<laughs> そ,その影響とか、影響関係、直接的な影響関係っていうのは非常にあの正しい分析だと思います、ね。はいはい,はい、はい、で、これなんですけど、はい。ローディングヘイイントゥダワゴンっていうのは、あの、干し草の量はあんま関係ないんですよ。乗せてるのを描写してる。He's loading <S、うん、ヘイイントゥダワゴン。うん、はいはいあ。乗せてるね。でも、うん、He's loading the ワゴン with hay っていうと、干し草でいっぱいになってなきゃいけないんですね。なるほど。あなるほど。そうなんだ。はい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 あの。あの スプレーの方も同じで「えー、He sprayed paint on the wall」っていうのは一部塗られてても OK なんですけど「He sprayed the wall with paint」ってやると全部塗られてるへ<ー>僕らの直感と逆でしたねだから With、うん、の方がうそう、ね、少量だと思ってたら With、ねね、の方が満タン感が出るんですねでもこっからなんですけどこれ、うん、日本語にしてみるとわかりやすくて、はい、彼はペンキを壁に塗ったっていうのと 彼は壁をペンキで塗ったって言ったら、感覚に、ね<ー>。ええー、めっちゃすごい。すごい。す,ごいすげえ。あ、いただきました。すごい。うわすげえ、本当 <laughs> だ。壁をペンキで塗ったは、完全に一面塗ってない。と塗ってる。うわ、すげえ。ことはやっぱり日本語を語学を取ると、かなり、その、えっ、ー、と。 欧格を取った名刺に対して影響力を強く行使していることがこう想起されるすごい,い分析オタクが出たよ <laughs> 分析オタク。これまああの研究動画でやるときに <laughs> まあこれ結構有名な構文で、まあ、場所格交代とか所格交代とかあ,あのあペイントの。はい 例有名なんでこれあの壁塗り交代とか言われたりするんですけど、はい、あの私は毎回そうやって分析したと目的語だからってあんまり考えてなくてパッと見て「スプレーペイントンだ」おああ一部のイメージだわ」って感じであ「これは一部の方ですね」って今みたいなの喋ってるので。はい、あの どっちかっていうと僕は無意識的にそっちのイメージがあるからそれであこっちはそういう効果ありますねっていうあの感じで今喋ってるんですよだから日本語の時と同じような感じですよねそ,のそういう意味では<ー>僕がそのプロフィジェンシーレベル高いわけじゃないんですけど先生がだから直感的にもなんとなく理解できてるっていうかそっちの方が楽っていう,うあの分析してあっとあそっか目的語がこっちだからっていう方がちょっとしんどいので <laughs> まあ,いあ結局そういう分析もします研究やってる時はただ、まあ、はいはい、うん、あの水野さん前言ってたやつですよねあのフランス語は<ー>なんだっけ 条件法と接続法がフランス語はあってはい、はい、で僕はその一応明示的に勉強と、うん、か明示的にって説明しなくて大丈夫ですかねわか,かりますかりますああそう明示的に勉強してで喋る時にもやっぱり「あっ!」てことはこれ接続法にしなきゃこういう時だからみたいなのを考えて喋っちゃうから全然喋れないんですけど <laughs> だからお前はフランス語喋れねえんだよって言われた、ね、フランス語学部の人に言われたことがあって。<laughs> 僕明治的野郎なんですよね多分、まあ、明示的に学習したものもずすごい何回もアクセスしてたらすごい早くなってすぐ使えるようになったりすることもあるのでそれ自体がそん,そんなに悪いとかじゃないんですけど、はい、まあ一応現象としてあの今みたいなの多分英語得意な方はあの英語の時点でこういう違いがあるんですよって聞かれた時にああってなる。 お二人が日本語の時にあってなった感じですが結構これ第二言語にもあるすごいインプット量が多い人っていう感じの正し書きがつくんですけどそういった現象かなっていう感じかなり習熟するとなんとなく分かるようになるっていうことですよねそうでいただくいうはいっていうのがちょっとね意識無意識の例の例として挙げさせていただいたものですねうん面白いですねあれなんですかねもししかてワゴン あのなんだろう、イズ・フィールド・ウィズ・ヘイみたいなイメージがあるんですかね、めっちゃウィズが、チョムスキーやってた<笑><笑>やってない、やってない、<laughs> なんで、なんで急にチョムスキー <laughs> なんか、<laughs> 生成文法とかってまさにそういうようなことってありませんか、なんか、あこれ系を生成文法でどう説明されるか、僕、ちょっと存じないですね。 SVO の,、えー、の時に O1 ハブ o 2っていう構造が中にあってそれを構図、えー、と V が構図するみたいな記述の仕方みたいななんか見たことある気がするけどちょっとまあこの辺はいい同ですけの,あの分,分析でそういうのこういう意味持ってるっていうのがそれで今なんかすごい例で「フィール」って挙げていただきましたけど、うん、これこの抗体いつでもできるわけじゃないんですよね。ほう,ほうなんであのなんとかこれっていうのはなんとか物、えー、っていうか,なんか中に入るもの うん、into 入れ物みたいな感じじゃないですか。うんうん、で、これがじゃあ例えばですけど、あの、ポ r っていう、注ぐ。注ぐはい。He poured water into the glass って言いますね。water into the glass なんで。はいはい、で、これ、じゃあ、はい、He poured the glass with water って言えない。あ<ー>、ね、言えない。ええ<ー>。え s He っってていうう時点でんってなりますねだかこれをこの公文で使おうと思ったらあのフィール使いますね。これは、OK、ですよねただ、おおなんか変。つまり、ウィズを使うときはフィールを使わなきゃいけないし、うん、えっとそうじゃないときはポワーを使わなきゃいけないってことですよね。これもなんとなくあ確かにそう言えないなって。 っていう感じになってる人もいればなんか受験とかで一生懸命勉強した人は、うん、なんかフィル A with B みたいな <laughs> 覚え方知ってますし, <laughs> しましたそれがめちゃすぐアクセスできるから <laughs> えフィルであ、ビズじゃねえのっていう風に引っかかるっていう人もいてだからそれは意識的に学習してめちゃくちゃ早く使えるから ななんかおかかおしいいっってて思えるっていう例ですねあだから意識的な学習が強固に残ってると、はい、なんとなくその判断が早くなるっていうそうですねそういうケースもあると思いますしもうそういうのが抜けててもあのいっぱい英語触れてる人はうんなんか。 なんでポワーって来てポワーって来たらウォーったでしょみたいな,なんかそこでなんでよく聞くのみたいな感覚っていうのがあったりします。あうんまあこれはあの動詞の意味とかあの構文の意味との相性とかであのどういうのが自然かとかいろいろ決まるんですけどのまあさっきも言いましたようにこの日本語あでもこれ日本語と英語でなんかこう完全に対応するわけでもないので、うん。 あの例えばペンキのやつはあの彼はペンキを壁に塗った彼はあの壁をペンキで塗ったさっき言ったみたいに入れ替えできますけどこれ干し草だと微妙です妙あのちょっと変だけど彼は干し草をあワゴンを干し草で乗せたってちょっと変だあ、うんうん、言わないね水もまあコップに注いだ彼は水をコップに注いだまあ問題ないですけどうん、うん、彼はコップを水で注いだとおかしいですね 微妙に変明らかに変じゃないコップを水で注いだわコップ水で注いだでも同じ分で数は彼はコップを水で満たした OKOK ですねそうですねいっぱいにしたとか言えます英語と対応取れてるんだそこそうなんですよそうかそうかそうだでも微妙なのは僕これ自分周りの研究者の中でこの間議論になったんですけど彼は水をコップに満たしたってどうですか彼は水をコップに満たしたなんかいけるな俺成立はしてる気がするけど変だなって思います コップを水で満たしたしの方が自然ででではそうですねもこれ僕は割といけるんじゃないかと思ったんですけどもちろんこっちの方が自然ですけどうん、うん、コップで水で満たしたのが自然ですけどコップに満たしていけんじゃねえかなって言って研究者の中でも「<ー>えいけないこれ」とか言ってなんかこれちょっと例文もけて「彼は,彼はあコップをあ彼は水をコップに満たした」水<を>「彼は水をコップに満たした」たした逆だよねなんか「コップに水を満たしただもんね。文,文章とししてては成立してるんだけど あれですよねこのゆる言語学ラジオのテロップでそれ入ってたら直しますよ、ね、<laughs> 直す外注スタッフそれ入れてきたら何でお前この50にしたの <laughs>、ね、少なくとまあ彼はコップを水で満たしたのが自然っていうのはそうですねそれは間違いないね得られるだからこれも交代できるかどうかとか、うん、そういうのって結構日本語と英語で完全に対応がなかったりとかしてそれがまあ外国語を学ぶ時にいろんな影響を与えてくるという感じですねはい、はい、重要な話が出てきましたよね 研究者がこのコップを水に満たしたで揉める。この平和な<笑><笑>すごくいいですね。うん最高ですよねこの <laughs> 延々とそんな話 <laughs> ではここまでのお話ってその僕らが英語を勉強したいだとかそれから日本語を使うときにめちゃくちゃ無意識でさっきのその壁をペンキで塗った。 みたいな文の時にもう一発で分かったみたいな無意識レベルで分かることもあればなんかすごく意識的に勉強しないと分からない部分もあってそこがこうまあ僕らが言語を習得する時とかってそこを考えてないじゃないですかあんまりここまで意識的だなここまで無意識だなみたいなそこがまあ今の例ではっきり分かったなと思うんですけどこの後はどんなお話になるんですか そうですね、まあ、ここから、あのーまあ、あのそういった意識的な学習とかどんなことが意識的に学習できて何ができないのかとかさっきもあのおっしゃったことみたいなのがじゃあ緊急上どうやってそここにに明らかにしていこうととすするかってことですねそういうのを私なんかがそうですけど、あのー、いわゆる実験心理学的なアプローチで実証的に、あのー、やるっていうことをやってるのでそこをちょっと紹介させていただいて。<laughs> であのその後にだんだんこう水野さんがあの前,前回紹介されていたようなところにつなげていきたいなとサピアを不可説的なやつ、ね、そうですねそれっぽいやつもやっぱりなんか意識のあれということでこう割とつながりがあ,あったりとかするのでそういう話をえっ、ー、すげえそんな実験できるんだっていう今驚きが <laughs> そうですねちょっとその実験心理学的なアプローチっていうのがどういうことなのかっていうのはちょっとわからないですよね全然わかんないですねということでそういうのを話していこうと思いますはい、はい、よろしくお願いします、はい あのー、まあこのこれ系の研究、まあ、いろんな方法があるんですけれどもあのよく特に近年使われる方法はあの人工言語を使った実験っていうのが多いんですね面白そう,そう面白そうもはや英語とかですらなくなっちゃったんで <laughs> 架空の単語とかを使うってことですか <laughs> そうですね特にこの分野で有名なのはあのセミアーティフィシャル ランゲージとかいう、あの、要するに反人工言語ってことですか、うん、ですね。なので、あの、例えば、その語順とか単語とかは。英語。なのに。えっと。微妙に、その、なんか、監視みたいなのを人工言語で使うみたいなのが、結構。<の>監視を人工言語にする、だから、ザとかみたいなのが。 手みたいなのになっちゃっみたいな感じでまあ監視っぽく機能するよって説明するんですけど被験者の人にはあいまあいわゆる限定詞ってやつですね。あの名詞の前につくやつなんですけど、あんま意味なさそうそこだけいえてもいはいういは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 いすいは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  ギロ、うる」「ね」とか言って適当になんか作るんですけど「ぎ」と「ろ」っていうのは近いものを指すきに使いますって名詞が近いところにある「この」みたいなはいはいはいで「うる」と「ね」っていうのは遠いところを指す「あの」みたいな時に使うっていうふうに教えるんですよだからあれだクワキュートル語じゃないですか <laughs> なんだっけそれザ <laughs> ピオの時に出てきた「私の方から見える家」と「あなたの方から見える家」みたいなのをこうはっきりは 言語的に形態を変えて表現しなきゃいけない言語があるって話を多分したと思うんですけど自分から見えるかどうかみたいなそういうやつってことなんですかねそうですねまあ意味自体は結構何載せてもいいんですけれどもまあそういったんかこう分かりやすいのをとりあえず意味載せとくんですね例えば文章としては「I have ge up」みたいなことになるってことですよねそんな感じですあ面白いそれから近いだっていうような意味を持ってるってことですねそうですそうです映像ととか見せていころにあったら ウルとか使うっていうのとかやるんですけどああ、はあ、t デ i s イズウルアップルみたいな。そんな感じです、ねうん。はい、はい、はい、なんですけど、ギそれしか教えないんですよ。あのまあ、実験をやるときに、そのあの研究参業者の方にえーとそのじゃあこ、これはこれと。これは近い。これとこれは遠いと教えて。はい,いじゃあこれ見てってください。みたいなことあの言うんですよね。で、なんかこう映像と一緒になんかその。 売売るるるアアッッププルルみみたたいいなななんととかのが流れてくると、うん、でそれをたくさん見ていってなんかじゃあそれを覚えていってくださいねみたいな,なんかまあちょっと研究に言ったりするんですけどねじゃあ音読してくださいねとかいう研究もあれば、まあ、ただ聞くだけの研究もあればっていう感じなんですけどつまりじゃあその規則を正確には教えてもらわないんだけどなぜかひたすら映像と例文を見せられてなんかこう考えなきゃいけないみたいな。はい あのそうですね。近いと遠いっていうのは完璧に教えるんですよ。はっきり教えて。そ個あるですよね。2個ずつ。そうです。そうですると、あとの二つどう使うのって。そうですよね。気になりますよね。なるわけですけど、それは言わないっていう。なるほど。ルール当てゲームっていうことだね。そういうことだね。そういうことだね。ルール考えてくださいねっていう課題じゃないので、別に考えなくてもいいんですよ。まあ考える人はいますよ、当はいはいはい。で、あの、実はそこには、あの、 さっきちょっとでさっきって前回出てましたけどあのーアニマシーですね、動物はあの偽、ー、使って無生物には炉使うみたいなはいはいで、はい、ウルトネもそうやってだから44みたいなマトリックスになってるわけですねうん、うん、ああか使い分けが明確に実は存在しているて、ね、存在してい,ている近い生物近い無生物遠い生物遠い無生物の4つってことですねそんな感じですうん、うん、でもそれは教えずにあの延々とインプットだけこうあの見ると と浴びるとる、はいまあ、テストやるときにあの、まあ、テストをやってテストやるときはその生物か無生物かしか聞かないっていうさっき教えてもらったのと違うやんとかいうあ<ー> <laughs> テストをやると。なんか使い分けちゃんとできますかっていうのを教わってないルールで試されるってことですね。そうでういうこととをやると いや全然そのルール分かんなかったって人もある程度出てくるわけですね。うん、で全然思い浮かばなかったって人だけ分析し,し,してみると。えあ,あそっちよっう面白いな。でそしてどうなってるかっていうと、まあ、2タグなんでチャンスレート50%ですよね偶然性確率。はいうん、ただその、まあ、統計的に分析すると、まあ、あの統計的な優位 確率を回って正当できる。なんか学んでるっていう。熱いよこの話。すごい。面白いそれ。分かった。いやいやめっちゃ面白い。だって本人としてはだから分かった意識が全くないわけです。ないはいはい。ルールも全然分んないな。でもこっちじゃないっていうのをもうそれだけで学習できてる。そうなんです。よくあるのがあの濃量切断実験とかと一緒ですよね。その要は左目えっとだから右脳と左脳の接続を立った状態で右目に えと何かを見せて、うん、だけどうん何でしたっけあれあ,<の> <laughs> あれだね。あれだね。えっと、佐野をつかさどってんのは右目で,右目ですね。だから、えっと、逆に言うと佐野の情報がだからいかないように。そうのと佐野の間を切断すると、左目で見たものの名前を言えなくなるみたいなやつじゃなかった,でしたっけえっとね言えな名前あの、見えないんですとか言うんだけど、 例えば、りんごを見せてるとして、見えないんですって言ってるんだけど、り、うんごとオレンジとなんかみたいな果物を置いたときに、うんうん、どれが一番近いと思いますって言うとリンりんご取るみたいな。運動屋の方は正しく動かせてて、運動屋というか、認識はできてるんだけど、言語屋につながってないみたいな。見えてるんだけど、見えてないって報告するんだけど、やっぱ見えてるみたいな現象って、脳科学とかだと出てよく出てくるやつです語の しかもその教えてもない規則でもなぜかできちゃうってうことですよね。そうですすねめっっちゃおもろい <laughs> よかったで,すそ,であの、まあ、そんな感じのことをやるんですけど、まあ、これやるだけだったら、まあ、あのそ,うそこからいろいろ拡張していくんですけど例えばどんな意味が載ってたら習得しやすいのかとか<お>なんかそういうのとかにいろいろ研究が入っていったりとかあの、まあ、その知識とテストもあの丸抜だけじゃなくて。 いろんんなテストがでできてくるんですよね例えば、うん、その読むときに一語単位でボタンを押すと一語ずつこうやって文字が出てくるみたいな「This is a pen」みたいなボタンを押すたびにこうやって出てくるみたいなムービングウィンドウのこう、うん、タスクをちょっとプログラムするわけですね。うん、1> で1ミリ秒単位で一つのウィンドウをどれぐらいの時間見てたかみたいなのを計測するとそうすると何でもなかったら「This is a pen」「はい次」みたいな感じになるんですけどその今の「ウルとか「ね」 みたいなあの人工言語があのー、まあ普通にずっとそうやってインプットを受け続けるんですけど途中で途中でっていうかまあ実質テスト段階になって、うん、なんか不自然なというか文法的に本来は間違ってるやつがドンと入ってくるんですよねはいはい、はい、でそしたらなんかこうなんか反応遅れちゃう面白い面白いででも本人はあのいやそこに何のルールあるか全然わかんない。 めっちゃ重いやん面白い,面白い,面白いそうなんだそういうのがだから違和感センサーみたいなのが芽生える方が先なんだ<ー>ん法則を理解するよりも違和感センサーの方が先に反応するんですね<ー>ということもあると逆もありますねやっぱあの逆もあるの <laughs> というのは僕はこれあの博士論文に似たような実験やったんですけど <はい S 1> あのやっぱり言語学を専攻している学生さんとかはめちゃくちゃ分析するんで 当てちゃつまりその失敗したって申告してくれるような被験者じゃないからサンプルとして適切じゃなくなるんですか <laughs> 当たってたら当たってたんでセット率高かったよ終わりで <laughs> あ<ー> <laughs> まあ知っていいななんだから <laughs> まあ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 でもなんかあれですよねあの気づいてないけどっていうのを見ようとした時にやっぱり人によってはやっぱすごい分析能力高い人とかやっぱ気づいちゃったりするのでうまあそういう人は気づいて。 からそ,のその後の学習になると思うんですけどその違和感センサーが先って人もまあいたりとかいやめっちゃ面白いなそれ、うん、っていう感じですかねいや。これ話したいことめちゃくちゃありますよね。うん、あの僕今どうしようかなってすごい悩んでたはい、はい、全然関係ない話していいです。 頑張って理解しすぎて被験者としていまいちっていう話だったと思うんですけどいまいちはいまいちはいまないですすみまいま <laughs> <laughs> 僕大学生の時に割とロボットみたいになやってたんですけどうん、うん、認知科学よりのことをやってましてえあそうなんですかロボットにどんな動作をさせるとみんなは快適に受け入れるかみたいな、うん、はいはいはい みたいなのをやってて、そんな研究室なんで、研究室に長くいる先輩、大学院の先輩とかって、なんとなく実験を見た段階で、こいつこういう結果出したいんだろうなっていうのが、うっすらわかるんですよ <laughs> めっちゃわかります。<laughs> まず、まず一つ目のケースで、これやるんで、ちょっと自然に会話してくださいって言って、やらせて、で、二つ目のケースで、これやるんで会話してくださいって言った段階で先輩が、あこっちの方でより楽しく喋ってほしいんだな <laughs> <laughs> っていう忖度が発生して。実験デザインがもう そう見えてるんですよ先輩にはだから先輩がめっちゃそこでにこやかに話してくれて <laughs> はい B 案の方がやっぱいい感じにコミュニケートできました <laughs> <laughs> もう実験として全然成立してないですよ <laughs> 被験者がプロすぎてそれ,それはありますよ <laughs> あるんだこれあ,りますあの僕がいた大学院のところで、まあ、うちの先生がコロケーションっていうあの2語とかの単語の、まあ、2語だけじゃないですけど語の連鎖の研究やってたんですよねうん、うん、もうううちょょっっとと説明しましまか、えっと、だかだだらなな、うんろえっと 水を飲むとは言うけどはい、はい、水に飲むとは言わないじゃないですか水と飲むだったら「お」だよねみたいなのあるじゃないですかうん、うん、こういう,こう単語と単語のつながりの相性の良さみたいなのコロケーションと言うんですね、えー、あなるほどなるほどそれの研究をされてた、はい、<と>そういう研究してたんですね、うん、なんであのでその時にあの研究されてた内容として例えばあのえっ、ー、と濃いコーヒーっていうじゃないですか薄いコーヒー、うん まああのシャビシャビのコーヒーって言うんですね薄いコーヒーのことへえでも何かああすいませんあ英語でシャビみすぼらしいとちょっと似てて僕グッときたんです確かに温象長かなかもしれないですねそれでそのまああの薄い濃いっていうのはあの直訳するとあのネイティブの人はそういう言い方はしないんですよね「thick c o f f e ーとか言わないははいいストロングコーヒーっていうんです 強いコーヒーヒですねそういうのがずれてるとなんか第2言語になる時もあの微妙にあのこういうずれがあるとその認識が遅れるっていう研究やってらっしゃったんですけど、うん、例えば英語喋れる日本人英語も強い日本人に強いコーヒーみたいな文字列を押すとあ合ってるかもみたいに思っちゃうっていうことですか <laughs> そう,はんまあ、そうですね、瀬戸率もちょっと変わりますけど、まあ、何より反応が遅れたりとか、ああこ,これは言わないなって分かったとしても、ちょっと微妙に遅れるみたいな。えっと、あのポチポチ押して単語が一個ずつ出るあの実験させても反応がちょっと遅れるっていう、それはあれですね、パッと出てきたやつが日本あ、英語として存在するかどうかっていう、あでテストですると。例えば、黄色い線とか言って、イエローボイスって出てきてもそんな英語ないので、うんうん、それは間違ってるって。 反応するのが正解それであフィックカーフィーみたいなうん、うん、ストロングカーフィーとか出てくるとうん、うん、ストロングカーフィー正解なんですけど正解と押すのがちょっと戸惑って。うんうん ちゃう日本語がやっぱ干渉してきちゃってるなんですけど僕らの研究室はその研究知ってるんでストロンカーフィの反応めっちゃ早いいい話だなぁ参与者にはなれない面白いな被験者としての連度が上がりすぎてわけわからないデータ出してしまうって面白いですねそれなまあだって確かに僕もそのなんだっけギーみたいなあのギーとかに何でしたっけ それあった時にじゃあその規則当てろって言われなくても優勢無勢かなとか不定定かなとか複数単数かなとかもうめっちゃ考えちゃいますねバリバリ言語を学んできてしまっているのでやっぱどの文法範疇かなみたいなことやってしまうんですもちろん被験者としての適性みたいなものがね存在するってことが分かりましたね。ということで。 ここまで福田先生に大きく分けると2つの話ですかね。1つがその、うん、えっと、そもそも言語を学ぶときとかに意識的に習得しているものと無意識的に習得しているものがあるよねと。うん、で、その後にその実験とかしてみると、いや、俺、これ分かんねえんだけどなとか言ってるけど、なぜか、 反応速度が遅れるみたいな実はその無意識では分かってるけどそれを自覚してない人がいるみたいな、うん、面白い現象衝撃ですよね衝撃ですありがとうございます <laughs> 次回はどんなお話になるんですかはいあのまあこれここの今回話していたのがこう意識の、まあ、いわゆる機能的な側面っていうかその意識した時しなかった時みたいな話ですけど、まあ、意識ってそれだけじゃなくてうん、うん、そこに思い浮かぶ内容みたいなのもあるわけですよねまあうん、うん、認識みたいなもの もうち何かをあのまあなんかこう例えば何か例文見たときに頭の中であの私たちはこういろんな映像みたたいのを思い思浮かべたりしてるんですよね言語認識する時に。<laughs> で、まあ、そういったものもこれを意識の内容みたいな側面だと考えて <laughs> でこういうところがどうなっていくかっていうのがまさにあの水野さんが前回お話しされていたような内容に。 入ってくる内容なのでだんだんそこにちょっと近づいてくるとサピアウォーフ的な話そういう話も含んでくる感じですかね例えばその意識の内容っていうのは焼肉は美味しいみたいな文見ると焼肉浮かんじゃうみたいなってことそうですねそういうことえなるほどえなるほどそんなところにアプローチできるんだそうなんですよいろんなやり方がありましてそれをちょっといろいろ紹介していければいや言語学のフロンティア聞けて最高です最高ですね ということで次回はますます濃厚なお話が伺えそうで皆さんも楽しみにして待ってい,ていただければと思いますということで今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございました,ましたこのラジオは一回の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説あります ご了承の上お聞きください。